けてる熊谷相手に大きな勝利だったと思うんですけど、今日の試合振り返っていかがですか？今日はやっぱり途中で1回離されかけたんですけど、まあ、大体3ピリ始まりとかの出だしで構成ってくじくと1回立て直せないことが多いんですけど、まあ、それがやっぱりそこで立て直したことがやっぱ勝利への鍵だったと思います。今日の試合前のゲームプランとかどんな話されました？ゲームプランとしては相手のハードなディフェンスに対して早めにボールをつないで、まあ、パスでなるべく攻めるっていう形でした。そこは補正できました。ご自身のプレーを振り返ってたくさんそのブロックとか高さを生かしたプレーを見られたと思うんですけど、ご自身のプレーを振り返っていかがですか？まあ、今日はそうですね、なんかドライブもできてますし、うん、割と最初の方はちょっとつまずいた部分もあったんですけど、まあ、後半の方はなんとかなったんで良かったと思います。チーム全体として雰囲気はいかがですか？そうですね、前半終わった時点だと本当に結構落ち込んでたんですけど、まあ、やっぱり杉澤選手の、ハードなプレーからだんだん盛り返していって、まあ、みんなの雰囲気が良くなることにつながったので良かったです。また次戦以降に意気込みをお願いします。まあ、明日山梨学院も前回負けているところで留学生がいて駒澤と全然チームのスタイルが違うところなんで、まあ、切り替えて頑張っていきたいと思います。はい、そしたら最後に応援してくださるファンの方へメッセージお願いします。あと、まあ、長い試合が続くと思うんですけど、まあ、応援よろしくお願いします。